会員スピーチ関口健運営員。はい、皆さんおはようございます。ですね、ご紹介預かりました関口健です。私がこの臨時法人会に入会させていただいたのが今年の7月、それがですね、4ヶ月ちょっとになりましたね。でこの10月より私運営員という形でお手伝いをさせて、ご役いただいてお手伝いをさせていただいております。で、まあ、あの入った時のきっかけですが、それこそ今日の大和さんと同じですね、YouTube の鴨頭義人さんですね、こちらの動画を見て臨時法人会ってなんか音だけ入ってきて、でまあ何をやってるのかよくわかんないけど行ってみようなんて言って仮乗りで来てしまったのが始まりだったんですけども、入ったことによって、まだ入って4ヶ月のものですからね、実践らしい実践も正直はまだ始まったばかりですので、実践報告などというその、大きな話はできないんですが、これだけは変わったっていうことを一つお話しさせていただけたらな、そんなふうに思っています。私あの土日休みの仕事なもんですから、よくあるのがサザエさんシンドロームっていう、月曜日の朝、あの土日曜日の夕方になると仕事に行くのが憂鬱になるというですね。仕事あることがね、もういただけてることが、働けてることが喜びなんだよっていう、この会に入っておきながら、入る前でしたのでそんなこと知りません。日曜日の夕方になるともう嫌で嫌で仕方がなかったんです。で月曜日ね、普通に仕事しますと月曜日から金曜日まで仕事をして、金曜日の夜が一番ハッピー、ね、やっと解放された仕事など、ね、忘れて、これから楽しい時間を過ごして、土日過ごして、また月曜日から仕事だ、嫌な気持ちでどうしても始めてしまっていたんですが、そこが私の、ですので私の起点というのは月曜日の朝、憂鬱になるが起点の1週間という過ごし方をしていたんですね。でこの倫理法人会に入りまして、1月経たないうちに役員の朝のこの朝礼の会場を作るお仕事があるから、ちょっと見に来ないというお声掛けをいただいたんですね。ですので、非常に好奇心旺盛なものですから、あ、じゃあぜひということで遊びに来させてもらいました。でですね、朝5時に会場集まって、皆さんこの会場を、机並べて、この旗を並べてですね、で皆さん受け入れる体制を整える、その後ですね、5時20分ぐらいからリハーサルですね、本番さながらのリハーサルを行います。まあ、こういった喋るところは割愛するんですけど、全ての流れをチェックして、でその後5時半から、役員が並んでの、モーニングセミナー朝礼というものを行います。このモーニングセミナー朝礼が実は私のこの倫理の中で一番好きな時間でして、極度の緊張状態を体験できるんですね。すごく皆さん本当に大人が、大の大人が本当に真面目に、もう何だろう、本当に緊張してピシッとした空気の中から始まるんですね。でもう分かりますか、緊張しすぎると笑いたくなっちゃうっていうのがあると思って、お葬式なんか笑っちゃいけないシチュエーションになればなるほど笑いたくなるっていう、あれがあるんですけども、そんな時にやっぱり登壇者ですね、前進行する方なんかもやはり緊張してらして、もう身がして、もう手足こんななって出てきた人いるんですよ。その緊張状態で笑っちゃいけなくて、でっていうのを抑えながらも、でもね、そんな空気の中でやっています。で、まあ、いつもそんな笑いをぶち込んでくる人ばっかじゃなくて、ちゃんとすごくね、波が揃う時があるんですね。で朝の挨拶なんか、例えばこの登壇者が前の方でおはようございますって言うと、その役員さんがみんなこっちに向かっておはようございますって揃えて挨拶するんですが、この時にですね、声があまりにリンクするとまるで一人の声みたいになるんですよ。でその時におはようございます、声が止まった後に残響音が残るんですね。そのキレの音がものすごく気持ちがいいんです。でそれヒントで言ったらどのぐらいかっていうとちょっと難しいんですけど、あまりないです。で、あまり そんな起きることはないんです。で、これなんでそれがそんな気持ちいいのかなって、私なりに解釈してみようと思って考えてみましたら、梱包さんのプチプチあるじゃないですか、はい、あれ止まんなくなりますよね。あれなんでかって言ったら、うまくいかないかららしいんですよ。思った結果が出ないらしいんです。プチッって言ったらプチッってなる、必ずプチッとはならないらしくて、プスッとかなったりするんですよね。偶遇性という言葉ですから、そうです、脳科学偶遇性の発揮ですよね。だからみんながちゃんと揃えようとしてちゃんとやってるのに揃わないんです。でも揃う時があるんです。その気持ちよさを体験したら、もうそれが楽しみで、私の1週間のスタートは水曜日の朝だったんです。そうしたらですね、
月曜日の日曜日の夕方のゆうさんがどっか行っちゃったんですね。もう1週間スタートここからだって変わっただけで、もう1週間の過ごし方が変わってきました。ですからもう土日どんだけ遊んで疲れちゃっても、金曜日のね、あの平日仕事頑張って疲れちゃっても、なんともなくなってしまったんですね、これが。ですので一番疲れて一番ドロドロになってるのが火曜日の夜もうヘトヘトですですが、またこの水曜日の朝に行ってモーニングセミナー朝礼ビシッとやると気持ちが新たになって新しい1週間迎えられる、こんな素晴らしい循環を得ることができました。ですので、ぜひ役員お声がかかった時ですね、ぜひ喜んでやっていただけるとこんな素晴らしい朝、こんな笑顔で過ごせるようになりますので、皆さん、どうかなと思います。はい、私からは以上となります。ありがとうございました。